神奈川県立大船フラワーセンター、愛称、日比谷花壇大船フラワーセンターは、神奈川県鎌倉市岡本にある、総面積63,900平方メートルの植物園。1967年に、神奈川県農業試験場の跡地に開設された。2018年3月までの名称は、神奈川県立フラワーセンター大船植物園であった。 それ以降の愛称は命名県制による。農業試験場で研究、改良されていた玉縄桜や尺薬花勝負を中心に国内外の観賞植物が展示物として集められている。2018年4月より神奈川県が指定する管理者であるアメニスオーブネフラワーセンターグループが運営する。2010年の時点では神奈川県環境農政局の出先機関として位置。 続けられていた。植物園内には管理課、植栽課、増殖指導課、展示普及課があった。2018年4月までは神奈川県が運営していたが、それ以降は指定管理者制が導入された。指定期間は平成35年3月末までが予定されている。指定管理者は2017年に公募され、3社が応募した。選定された アメニス・オブネ・フラワー・センター・グループの構成企業、団体は、日比谷花壇とそのグループ企業である、日比谷アメニス、鎌倉市公園協会、相鉄企業である。他には、横浜緑地や、西武造園などのグループ、神奈川新聞と横浜植木のグループが応募した。展示物、施設の改善、付帯施設の更新、老朽化対策等のためとして、 2017年7月から2018年3月まで休園した。神奈川県の組織と仕事案内、環境農政局。2010年5月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。神奈川県の組織と仕事案内、フラワーセンター大船植物園。2005年12月31日時点のオリジナルより、アーカイブ。 神奈川県立大船フラワーセンターの指定管理者の募集について募集は終了しました。神奈川県2017年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年8月10日閲覧大船フラワーセンターの指定管理者候補の選定結果について神奈川県2017年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ 2018年8月10日閲覧、神奈川県立フラワーセンター大船植物園、指定管理者外部評価委員会評価報告書、神奈川県、2018年8月10日閲覧、神奈川県立フラワーセンター大船植物園、2017年8月11日時点のオリジナルより、アーカイブ、ありがとうございます。